ダブリン空港はアイルランドの首都ダブリンの国際空港。空港コードはダブ。ダブリン空港の地図ダブリン県フィンガール市コリンズタウンにあるダブリン空港はアイルランドでも最も混雑する空港であり、2019年には3290万人を超える利用客数を記録し、ヨーロッパでも12番目に混雑する空港である。エアリンガスがダブリン空港をハブ空港としており、 ライアンエアが同空港を商店空港としている。1936年に当時、アイルランドの国営航空だったヤリンガスが発足したのを受け、1939年に民間空港として以前の空軍用滑走路の跡地に開港した。現在も使用されている第一旅客ターミナルは1972年に建設された。 その後の航空需要の増大や90年代以降のアイルランドの経済成長に伴い幾度もこの第1ターミナルの拡張工事を繰り返して対応したが格安航空会社などのために増え続ける需要に抜本的に対応するため2010年に新たに第2ターミナルが完成しエアリンガス及び米系航空会社はこちらへと移転したダブリン空港は アメリカ合衆国の入国審査を事前に受けることができるヨーロッパにある二つの空港の一つであり、もう一つは同じくアイルランドでアメリカ便を運航しているシャノン空港にある。毎年12月25日のクリスマスはアイルランド全土の会社が休業となるため、ダブリン空港も終日休校となる。第一次世界大戦中の1917年にコリンズタウンが イギリス王立飛行隊の基地の場所として選ばれた。同飛行隊がイギリス空軍に改名した1918年の4月には、コリンズタウン飛行場は20%以上完成し、アイルランド独立戦争が勃発した1919 19年に建設が完了した。その後、コリンズタウンキャンプとして、アイルランド共和党員の収容のために使用され、1922年の 終わりにコリンズタウンの土地と建物はアイルランド自由国に保有権を移した。飛行場はあっという間に荒れ果て、旧滑走路には草が生えていた。1940年のインターナショナルスタイルの旧旅客ターミナル1936年、アイルランド自由国の執行理事会が新しい民間航空会社エアリンガスを設立した。エアリンガスは軍事飛行場である。 ケースメント飛行場からダブリンの南西にあるバルドネルで運行を開始した。民間空港がダブリン空港としてバルドネルにとって変わるべきであるという決定がなされた。コリンズタウンの土地が隣接するロックと氷バスまでに拡張されダブリン空港として選ばれた。工事が1937年に始まり、1939年の終わりまでに芝生の飛行場の表面、 内部道路、駐車場、照明が設置された。1940年1月19日に、ダブリン発リバプール行きの初飛行が行われた。政治家のギャレット・フィッツジェラルドの兄弟である、建築家のデズモンド・フィッツジェラルドによって設計された、新しい旅客ターミナルビルの建設が1938年8月に、始まった。大学での研究の一環として、 ターミナルビルを設計したフィッツジェラルドは、ケビン・バリー、ダイティ・ハンリー、チャールズ・アリアが、ケリー、ダーモット・トゥール、ハリー・ロブソンなどの建築家チームを率いた。当時の豪華客船の階層構造に大きく影響されデザインしたターミナルビルは、1941年初頭に開業した。このターミナルビルは、1942年に、王立ハーバーに、 アンケン家化協会のトリエンナールゴールドメダルを受賞し、現在は指定建造物に示されている。アイルランドでは緊急事態として知られていた第二次世界大戦により、1945年後半までダブリン空港での路線は厳しく制限された。ダブリンリバプール線のみが定期便として運行された。エアリンガスは1945年11月に クロイドンへのロンドン便を再開した。1947年に、KLM オランダ航空は、ダブリにアムステルダム線を開始し、初めてのヨーロッパ本土ドロ線となった。1948年には、新しいコンクリート製滑走路が3つ完成し、1950年に、合計92万人の乗客を記録した。エアリンガス DC-3950 年代よ。 通じて、ダブリン空港は滑走路の拡張とターミナルビルの拡張を行った。英国欧州航空、サベナベルディ航空、ノースイースト航空などの航空会社も同空港に就航し始めた。1958年、エアリンガスがシャノン空港を経由して大西洋横断路線を開始した。1950年代半ばまでにはターミナルビルの規模が 乗客数の増加に対応できないことが明らかになり、1959年6月に新しい北ターミナルが開業した。当初、北ターミナルはアメリカ合衆国とヨーロッパのすべての路線を担当する予定だったが、到着専用ターミナルになり、元の旅客ターミナルは出発専用に使用された。1960年代の間、定期便を運行する。 航空会社の数は増え続け、ボーイング737、BAC1 から11、ボーイング707、フォーカーシドレートライデントが定期的にダブリン空港に就航していた。大型機に対応するため、旧ターミナルビル付近に出発ゲート3橋が追加された。この3橋は、その後、第1旅客ターミナルに接続される。 1969年の乗客数は173万7151人だった。1971年、エアリンガスはボーイング747を2機に移動した。1機目は3月に導入され、その後間もなく、セイ・パトリックの日にダブリンのオコンネル通りの上空で飛行を行った。3機目のボーイング747は1970年代後半に導入された。 これに対応するため、1972年6月に年間600万人の乗客を見込んだ1000万ポンドの旅客ターミナルが開業した。これが現在の第一旅客ターミナルである。しかし、1970年代にダブリン空港で予想されていた成長はすぐには実現しなかった。1975年11月29日の午後に、 アルスター防衛同盟によって爆撃された。到着ターミナルの公衆トイレで爆弾が爆発し、エアリンガス職員のジョン・ヘイズが死亡し、9人が負傷した。爆弾の専門家によると、爆弾はトイレのティッシュディスペンサーに隠されており、ヘイズが手洗いした後に爆発した。爆発は壁を切り裂き、約30人が座っていたバーに突撃した。 エアリンガスボーイング7471983年、エアリンガスは、子会社のエアリンガスコミューターを設立した。これにより、ショートブラザーズ、ソブ、フォッカーターボプロップ航空機が、イギリスの地方空港の既存の路線とアイルランドの地方空港への定期便を開始し、国内線が誕生した。国内線路線では、航空空港、シャノン空港、ケリー空港、 アイルランドウェスト空港、ゴールウェイ空港、ウォーターフォード空港、スライゴ空港、デリー、ロンドンデリー空港へ就航した。エアリンガスコミューターは、その後、エアリンガスに再吸収された。ダブリン、シャノン線を除く、国内線は、エアランに引き継がれた。しかし、ほとんどの路線は、アイルランドの高速道路の開発により移動時間が、大幅に短縮されたため廃止された。 エアリンガスはダブリンイギリス線を継続していた。1980年代、特にダブリンロンドン線をめぐる大規模な競争により、1989年の乗客数は510万人に上った。同年に2640メートルの滑走路との航空管制塔が建設された。ダブリン空港は1990年代に急速に拡大し続けた。 旧ターミナルビルへの最初の拡張だった、桟橋 A はさらに拡張された。ボーディングブリッジを備えた新しい桟橋 C が建設され、完成直後にターミナルビルを2倍に拡張する作業が開始された。2007年10月に完成した桟橋 D は格安航空会社専用の搭乗エリアであり、ボーディングブリッジはない。1933年のアメリカ合衆国と、 アイルランドの二国協定により、大西洋横断路線が、シャノン空港を経由せずに、ダブリン空港から初めて直接運航できるようになった。当時は、シャノン地域の利益を保護するために、ダブリンと同じ数の路線と運航していた。2006年11月、ダブリンの直行便の追加が許可された時に、シャノンのいわゆる、ストップオーバーステータスの段階的な骨抜きが実地された。 ストップオーバーの要件は2008年に完全になくなった。これによりダブリンとアメリカ合衆国の間の路線が大幅に増加することが予想され、エアリンガスは16の就航地に興味を示した。第2ターミナルの建設現場、ケルトのトラ経済の成功により、ダブリン空港は1990年代と2000年代に成長を遂げた。アイルランドの移民労働者、 主に東ヨーロッパからの移民労働者からの需要により EU 加盟国の目的地への多くの新しい路線が開業した。2007年10月1日に第二旅客ターミナルの工事に着手し2010年11月19日に開業した。2007年の世界金融危機により2009年と2010年に運行便が大幅に減少したが2011年以降は 増加している。2012年にこの増加は継続し、旅客数は1.9%増加した。2013年にダブリン空港の乗客数は2009年以来初めて2000万人を超え、前年比で5.6%増加した。2014年にこのプラスの傾向は2013年に比べ8%増加し続け、 2015年12月初旬の時点で旅客数は2014年と比較して16%増加し2008年の2346万人の目的を上回った2019年8月ダブリン空港はアーシーアイルランドのマッピングソフトウェアの使用により地理情報システム特別業績賞を受賞した2020年現在 ダブリン空港は44カ国に就航している。2007年にエティハド航空はダブリン・アブダビ間の路線を運航し始め、2010年3月に週14便に増便した。さらにエミレーツ航空は2012年1月からドバイ、ダブリン間の路線を運航している。また、7つの航空会社が北米の合計22都市に直結している。 2015年、エチオピア航空は、アディス・アベバからダブリンへの路線を開始し、アイルランドとサブサハラアフリカ間の最初の直行便を開始した。20世紀半ば、アイルランド政府は、アイルランドとアメリカ合衆国間のすべての航空路線は、シャノン空港を経由しなければならないという規則を導入した。その見返りに、アメリカ政府は、 エアリンガスが運航できるアメリカの空港を4つに制限した。2007年3月22日、アメリカと欧州連合間のオープンスカイ協定が承認され、長期にわたるシャノンストップオーバー要件が即座に取り消され、アイルランド政府はアイルランドとアメリカ間の大西洋横断便の50%がシャノン空港を通過する必要があると主張した。事前入国審サダブリン空港は、 アメリカ合衆国の入国審査を事前に受けることができる。ヨーロッパにある二つの空港の一つであり、もう一つは同じくアイルランドでアメリカ便を運航しているシャノン空港にある。アブダビ国際空港と合わせアメリカと陸外では合計三つの空港が事前入国審査を受けることができる。アメリカの直行便を利用する乗客は出発前に ダブリンで入国及び税関手続きをし、到着時には国内線の乗客として扱われるため、国内線ターミナルに到着する。すべてのアメリカ便は第二ターミナルにあるため、この施設は第二ターミナルのみにある。ダブリン空港の所有者であるアイルランド政府と、その運営者であるダブリン空港公団は、長い間直行便によってダブリンと東、 アジアを結ぶことを目指してきた。2018年にキャセイパシフィック航空がダブリン香港間を週4便の直行便で運航したことにより実現した。さらに海南航空は2018年6月と2019年1月にそれぞれ北京と新鮮に就航した。しかし2019年8月海南航空はダブリンから完全に撤退した。同年9月 キャセイパシフィック航空は、香港での正常不安が続いているため、路線を下記のみに運航することにした。日本2020年現在、ダブリンを含むアイルランドの空港から日本への直行便はない。2017年に日本とアイルランドの外交関係樹立60周年記念の特別企画として、日本航空が東京、成田ダブリン間の往復チャーター直行便を運航した。 ボーイング777から200で8月5日に成田ダブリン8月12日にダブリン成田を運行した2019年10月日本で開催されたラグビーワールドカップ2019に訪れたシェーンロス運輸大臣が赤羽和義国土交通大臣とダブリン日本間の直行便開設について話し合い中期的に目指すことを目的とした二国間の 促進文書の上級署名を行った。ダー本社2004年10月、エアリアンタは国家空港法の結果、ダブリン空港公団公開有限会社に改名された。以前にエアリアンタが所有していたすべての資産と負債はダブリン空港公団に譲られた。国家空港法により、シャノン空港とコーク空港にも新しい空港当局が設立された。 シャノン空港公団と航空空港公団には別々の理事会があり、法律の下でビジネスプランを作成する権限が与えられていた。これによりダブリン空港公団からの完全な分離につながる可能性が浮かんだ。アイルランド政府の決定を受けて、シャノン空港は2012年12月31日に独立した公営空港になった。2013年7月、 ダブリン空港公団はアイルランド政府によって正式にダー公開有限会社と改名された。この変更は主にダーの全体的な機能と関連性がほとんどないと思われるダブリン公団を名称から削除したことだった。2014年11月6日に発行したアイルランドへの最大の玄関口として2015年には2500万人以上の 旅客数を記録した。前年比で15%の増加となった。増加の主な要因は、同年中に開始された23の新しい路線と40の既存路線の追加だった。同年の間に、ダブリンイギリス間の乗客数は890万人であり、前年と比べ14%増加した。ダブリン空港はまた、北、アイルランドから年間百万人以上の乗客を、 記録し、北アイイルランドへの海外訪問者にとっても重要な国際ゲートウェイである。第1ターミナル第2ターミナル1972年に開業した現在の第一旅客ターミナルは年間500万人の乗客を受け入れられるように設計されている元のデザイン案には現在の十角形の登場桟橋 B と同じである2番目の桟橋が含まれていたが建設されなかった もともと駐車場は建物の上層階にあり、アクセスランプは設置されていたが、1970年代にセキュリティ上の理由で閉鎖され、オフィスに改造された。第一ターミナルは過去20年間にわたって定期的に拡張、改善されている。2007年10月、ラリー・ウォルトマンズによって設計された新しい桟橋が第一ターミナルの北に開かれた。 インテリアのグラフィックを設計したのはスキットモア・オーイングズ・ンド・メゲルである。この三橋はライアンエアーのフライトの大半に対応している。2009年、第1ターミナルの横に飲食店と小売店を取り入れる拡張工事が完成した。三橋 C は第2ターミナルの建設中に取り壊された。2020年11月5日に第1ターミナルは ダブリン県のフィンガール市議会に提出された計画の下で大規模な改装を受けることが発表された。ファサードと屋根はエネルギー効率に優れた近代的な構造物に置き換え第1ターミナルの外観を改装する予定である。第2旅客ターミナルは年間最大1500万人の乗客を受け入れられる七万五千平方メートルのターミナルビル、三橋 e の 出発ゲートからなり、27機のナローボディ航空機を中期できる。建築家のパスカル・ワトソンによって設計され、総費用は6億ユーロだった。エアリンガスは第2ターミナルで運営している主要な航空会社である。第2ターミナルは以前第1ターミナルに存在した、常実のアメリカ合衆国の事前入国審査施設を備えているため、アメリカへのゲートウェイとなっている。 第2ターミナルの目的はエアリンガスに加えすべての長距離路線を拠点にすることだったがアメリカ便が大幅に増加した結果アメリカ以外の路線は第1ターミナルに残った第2ターミナルの設計中にホールの拡張と将来の増加に対応するための桟橋 F の準備が行われた2020年現在エアリンガスアメリカン航空デルタ航空 エミレーツ航空、ノルウェーアシャトル、ユナイテッド航空が第2ターミナルから運航している。空港警察ダブリン空港公団には空港警察があり、空港での航空及び一般的な警備が義務付けられている。空港警察署は第1、第2ターミナルの間の到着道路の中心にある。空港全体、道路、土地をカバーする独自の空港消防隊もある。 税務局は旅客ターミナルと貨物ターミナルの両方にあり、農業省も空港に駐在している。アイルランド機関移民サービスは空港に到着するすべての国際線の乗客に入国審査を行っている。2016年のベルギーのブリュッセル空港爆破事件の結果としてアイルランド警察の武装支援部門がターミナルビル内を常時、 ダブリン空港とダブリン港をパトロールし、ヨーロッパでのテロ攻撃の脅威の増加に対抗するために配備されることが発表された。エアリンガス、ライアンエアー、シティジェット、エールテック、ダブリンアイロスペースは、ダブリン空港に航空機整備格納庫を保有している。2010年、エティハド航空は、アブダビダブリン船で使用するエアバス A330 から200を管理する。 新しいメンテナンスハンガーを発表した。やがて他の航空会社もこの施設を使用できるようにした。建設中の新幹線等並行滑走路の建設により既存の管制塔から空港の特定の部分が見えなくなるため新しい管制塔が必要になった。二千九年八月に建築家のスコット・タロン・ウォーカーによって設計された新しい航空管制複合施設と 完成塔の計画申請が提出された。新しい完成塔の高さは87.7メートルであり、アイルランドで最も高い構造物となる。2020年現在、3100メートルの滑走路が1989年に開通した既存の 10R28 リットル滑走路と並行して建設中である。滑走路の計画許可は、 当初31の計画条件が添付された2007年8月に付与された。新滑走路は 10R28 リットル滑走路の北側に並行して走り、運用開始後は年間3000万人の乗客を運ぶことができ、長さは3110メートルになるという。2009年3月、ダブリン空港公団は競技案の中で長距離航空会社との競技の結果、 新滑走路の長さを3660メートルにする可能性があると発表した。この長さによりダブリンから極東への直行便を可能にするとされている。滑走路の費用は約3億ユーロと予想されていた。一方、同社はエプロンの拡張や手口誘導路の整備などに多額の投資を行い、既存の主要滑走路の効率を最大限に引き出すことに成功した。 十六三十四滑走路は日中は1 0二十八リットル滑走路を利用した航空機の誘導路として利用されることが多い。十六三十四滑走路は空港の工事により夕方に使用することが多い。世界的な金融危機と消費者需要の低下の予想による寸円の遅れの後、二千十六年四月に新しい滑走路が二千十七年に着工し、 2021年までに完成することが発表された。2020年10月8日、既存の滑走路10-28が10リットル 28R になることを見越して 10R-28 リットルに再指定された。航空連合は浮きの通り。SA スターアライアンスをワンワールド ST スカイチーム5末のは 格安航空会社第1ターミナル第2ターミナル第2タ,ターミナルダブリン空港では以下の貨物便が運航されている。ダブリン空港の乗客数は1998年から2008年までの10年間約1160万人から2340万人以上に増加した。しかしその後の2年間で乗客数は2011年には 1> 約1億1870万人までに減少した。2013年に乗客数は約5.6%増加し、2170万人を超えた。2015年の航空交通量が15%以上増加した結果、乗客数が初めて2500万人を超えた。第2ターミナルの外ダブリン空港は、高速道 m 1号と M50 号のそばに位置し、 市内中心部から北に 10km、ソーズから南に 2km にある。ダブリン空港には1日700台以上のバスがダブリン都市圏とアイルランドの各都市への路線をバスで運行している。ダブリン市内と周辺地域ダブリンバス16番線リムジンバスであるエアコーチダブリン市内からダブリンバスが運行している。 エアリンクエクスプレスの747番線と757番線がある。両路線は市内のバスターミナルを出発し、ダブリンコノリー駅、ダブリンヒューストン駅、メリオン広場などを通る。さらに、ダブリンバスとゴーアヘッドアイルランドは16.33、A41.41 バイト102番線で、サントリー、ソーズ、ラスファーナム、サットン、マラハイド、 ボーモント、ハロルドクロス、ドラムコンドラ、バルブリガン、スケリーズ、ラッシュ、ポートマーノックなどへ運行している。リムジンバスであるエアコーチは空港からダブリン市内中心部、ダブリン県及び周辺地域への路線を運行している。ダブリンコーチはダンドラムとレッドカウをダブリン空港と接続している。長距離バス上述のエアコーチもダブリンだけではなく、コーク、 ベルファストへの長距離路線を行っている。エクスプレスウェイはダブリン空港からコーク、リムリック、ウォーターフォード、ドロヘダ、ナバン、ダウンドーク、ゴールウェイなどへ運行している。バスエールンとウルスターバスゴールドラインは共同でイギリスの北アイルランドのベルファストへ X1、X2 番線で運行している。トランスリンクは X3、X4 番線でモナハンとウマー。 または、アーマーとクックスタウンのいずれかを経由し、デリー、ロンドンデリーへ運行している。シティリンクとゴーバスは、ゴールウェイ、エールバスと JJ カバナは、リムリック、キルケニー、ウォーターフォードへ、定期的に運行している。ウェックスフォードバスが空港とウェックスフォードを接続し、ジョン・マクギンリーコーチも、空港からドニゴール県を経由し、穴リまでの路線を運行している。タクシーは、 1> 第1、第2ターミナルのいずれにある、タクシー乗り場で利用できる。2020年現在、ダブリン空港への鉄道路線はない。しかし、アイルランド国鉄の主要駅であるダブリンコノリー駅、ダブリンヒューストン駅までは上実したバスが運行している。バスの一部の路線では、コノリー駅、メイヌース駅線にある、ドラムコンドラ駅まで運行しており、ゴーアヘッドアイルランド102番線は、 ダブリン空港とサットン駅が結ばれている。今後の予定アイルランド国鉄は、ダブリン高速輸送の路線を拡張し、空港まで運行することが予想されていた。その後、中心部から空港を経由し、ソーズまで走る地下鉄路線の提案に置き換えられた。2006年10月にメトロノースの路線が発表され、他のいくつかの交通手段との接続が提案された。 2011年に資金不足のためにメトロノース計画が延期されることが発表された。2018年3月に見直された統計画はメトロリンクに置き換えられセントスティーブンズグリーン公園からダブリン空港を経由しソーズまで運行される予定である。2021年から着工し2027年から運行開始の予定である。 東京での到着日は8月13日。ありがとうございます。